was nice to meet you in 2022. Today I will draw Otafuk and Katori flowers. 本年もよろしくお願いいたします。ほのぼの一筆家中尾月香と申します。こういったおたふくを本日は描いていきますが、プラス、カトレアのお花も、華やかさを添えるためにご用意いたしました。はい、使う絵の具はいつも通りマット水彩の数色とホルベンシアのブライトローズに、筆ペンの薄墨と黒をご用意いたしております。はい、では薄墨を使って、でもうね、おたふくのイメージを頭の中で描いて、そのままパーンとね、この紙に、描いていきましょう。で、黒の筆ペンで、これもね、きちっとしたこういう真ん中センター分けのイメージが私にはあるので、このように描いております。そして、眉をちょこっと描いたら、切れ長のね、細い目ですね、まあ、これもなんとなくこう思わずこちらもね、笑顔になるようなお目目にしてあげてください。優しい目がいいかと思います。はい、そして低くても鼻はきちんと描いて、で、あとね、ちょぼ口で笑っている雰囲気を赤で描いていきます。はい、まあ、これ口はね、小さくすると愚痴を言わないって言われるし、で、鼻は高くしないっていうのは謙虚さの表れだったりします。はい、そしてこれは実際の本当の頬紅なんですが、まあ、ハケはちょっと置いといて、こういったスタンプの代わりのものをちょこちょこっと実際の頬紅をね、入れていただくと本当に血色のいいオカメっぽい顔になってね、楽しいと思います。はい、そしたらブライトローズと白をミックスして、かわいいね、梅のピンク系を右上と左下にちょこっと入れます。五弁の花弁でね、入れていきます。はい、そしてまあ、水引きっぽいイメージでこのお紐を入れるとより赤がね、これ際立って華やかになります。はい、そして花芯を描いたら出来上がりなんですが、今年は恵方がホクホク星っていうことらしいですよ。願い事をしてお寿司ね、食べて万事に吉となすというね。はい、で、まあ、ここにね、今筆ペンで福がたくさん訪れますようにって書く、書いておりますが、まあ、その招福として招く福として絵本を書かれてお寿司とかをね、プレゼントされるのもいいかと思います。まあ、実際節分の豆の上にのし紙としてちょこっとね、こういう風に手書きしたもので言葉を添えて、ちょっと後ろね、セロテープでもいいですし、お紐でくるんでもいいですし、まあ、ちょっとこういうものでするのも面白いかと思います。はい、では続いてカトレアのお花に参ります。まあ、同じね、ブライトローズと白で仕上がっていきますので、まあ、華やかさを添えるためにお花もご用意いたします。まあ、これは妖蘭の女王と言われて、まあ、春夏秋冬ね、このお花あったりするんですが、まあ、12月ぐらいから、まあ、昨年のね、この2月ぐらいまでが一番綺麗かもしれません。冬のカトレアがね、花言葉は、優美な女性とか成熟した大人の魅力とか魅惑的とか、とてもね、エレガントな花言葉がいくつもございました、調べるとね。はい、そしてこれは一輪でも存在感のあるお花ですので、ブートニアとかコサージュとしてもとても人気があります。確かにね、これ一輪だけでもう華やかさって言ったらね、トップレベルだと思いますわ。で、蘭の種類はこういう風に丸っこくて太いね、
葉っぱっていうのが特徴になります。シンピジウムぐらいがちょっと違うかな。このね、ランはだいたいこういった葉っぱが特徴になったりいたします。はい、本日はこういったおたふく、2月3日が節分ですが、それまでに間に合うようにぜひぜひご用意なさってください。はい、そして、華やかなカトレアの花ご用意いたしました。本日も楽しく描きました。本年もよろしくお願い申し上げます。